1月17日、ビットコインの大暴落来ました。 ヌーちゃんに心配していただいて、ヌーちゃん死んでませんか、大丈夫みたいな。でもところがどっこい、生きてます。っていうか、むしろ買い増ししてます。仮想通貨の世界では数ヶ月おきの大暴落は恒例行事、今回も比較的 ほぼ法則通りの動き。むしろ3割引き、4割引きで仮想通貨が買える大セールだと思ってます。今回、年末に出川哲朗さんがテレビ CM でビットコインの宣伝をしてたみたいで、この人たち CM に 乗せられて、一番値段が高い時に買ってしまった、ネットと出川組って呼ばれてるらしいんですけど、その人たちが、出川さんにどうしてくれるんだって騒いでるみたいなんですけど、私はその人たちも、別に長期の視点で見ると、そんなに心配ないんじゃないのかなと思っています。 なので今日は、チャートをダラダラ眺めながら、ホテル行って、ネムちゃん本当?ってところを見ていきたいと思います。今日は、トレンディングビューっていうサイト、 これウェブ上でチャート分析ができちゃうすごいサイトなんですけど、無料で誰でも使えます。ここに BTC USD 入れると US ドル建てのビットコインのチャートが出てきます。 今回の暴落は、こんな感じ。 17日に、一気に1日で大暴落。音、 14,000ドルぐらいだったのが、 一番下がった時は、 10,000ドルぐらい。 4割ぐらい一気に暴落したことになりますね。 今は戻ってきて、だいたい 1万2000ドルぐらい。30万円ぐらい。で、これだけ見ると、ナイアガラじゃん。ビットコイン怖い。なるんですけど、今日は超 視点で見ていきます。長期の視点で見ると、この1年間のビットコインの値動きはこんな感じ。短期で見ると、こういう細かい大きな値動きがあって、短期投資とか、FX をやる人はこの値動きで、 毎日買ったり売ったりして利益を得てると思うんですけど、私はちょっと毎日チャートとか見れないので、結構まったりとした長期運用でやっています。基本的に買ったら売らずに、安くなった時にちょっとずつ買い増しをするっていう感じです。なので、短期間で何百倍
みたいな大きな利益はちょっと難しいんですけど、で、仮想通貨、今大きな流れが来ていて、ほっといても年間15倍とか20倍とかになったので、まあそのぐらいの上昇で十分なのかなと思ってやっています。むしろ長期運用の場合って、日々の値動きってあまり激しすぎて、むしろ心臓に良くないので、一般的には移動平均とかを使って、長らかな線を見ていきます。ここに、移動平均。と言えると、移動平均を追加することができて、私は今120日のラインで見ています。では、ピンクで、太いライン見てみます。これが、120日の移動平均点。つまり、4ヶ月ぐらいの平均で、ビットコインをなかなかにしたラインです。この曲線を見ると、ゆっくり、下がることなく、右肩上がり。で、何回も暴落、起きていますが、1月か、2017年1月。あと3月。7月。9月。あと、今回2018年1月の暴落も、だいたいおおむねこのラインのところで使って、ボールが壁に当たってポンポンポンと跳ねるような形で動いてるのはわかると思います。このように、暴落のタイミングは、いろんな理由があるので、なかなかよくわからないんですけど、だいたいどこまで下がってくるのかっていうのは予想できるので、比較的このラインに、ぶつかった時とか、近い時に買えば利益を出しやすいのかなと思っています。まあ、ビットコインも、開発が進んで、いろんなところで利用されるようになって、価値上がってるとはいえ、こんな数日で4割減ったりとか増えたりとかっていうのはおかしいので、私はこの線のラインぐらいが多分今のビットコインの本質的な価値なのかなと思ってます。この上にはみ出てる部分は、まあ、投機が加熱して膨れ上がっちゃった部分で、まあ、何かの理由で弾けて落ちてくるんですけど、まあ、この本来の価値より大きく下回ることは考えていないのかなと思ってます。ただ私も今回ちょっと失敗をしていて、移動平均をもう一個足して最前線のラインを作ってしまったんですね。じゃあ緑のライン、9月以降、この下のピンクの絶対防衛ラインまでなかなか下がってこなくて、11月とか、あと12月とかも結構暴落したんですけど、絶対防衛ラインまで下がってこなかった。なので、
絶対防衛ラインよ。他に、この最前線のラインをもう一歩引いてしまって、あ、これで下がったら買ってもいいかなっていう作戦でやったんですけど、実際私は、この140万円ぐらいで注文を入れていて、ここで一回買ってしまったんですが、やすやすと最前線ラインが突破されて、いつものこの絶対防衛ラインでちょうど跳ね返るっていう動きをしました。一番下がった時にも、いくつか買い増しを行ったので、その分はいいんですけど、ちょっと先走って、この50日のラインで買ってしまった分は、ちょっと利益になるまで、1ヶ月ぐらい待たないといけないかもしれない。ということで、ちょっと失敗しちゃいました。やっぱり、日々の値動きに心を動かされず、まったり、焦らず、ゆったり、長期の気持ちで構えるのが良さそうですね。なので、このラインは、パスと消しちゃいましょう。今後もこの絶対防衛ラインを見て、これを目安に変えましょうというっていう特集をしていこうと思います。ちなみにこの絶対防衛ライン、今年1年間のこういう動きをしていますが、参考までにその前の2016年1年間で見ても大体同じような動きをしています。7月と2017年の1月にこのラインにぶつかって、あ、ちょっとここら辺とかはみ出しちゃってるところ若干ありますけど、おおむねこのラインの上で跳ねていることがわかると思います。ちなみに私はこのラインを見て、ちょうど1年前、2017年の1月にも暴落が起きていて、この辺りでビットコインを買って参入しました。当時だいたい1ビットコイン9万いくらで買ったので、この時に買った分はだいたい15倍から20倍。に1年間ってなったことになります。ラッキーでした。で、今回なんで刺さったのか、よく言われているのが中国の規制なんですけど、調べてみても本当に全面禁止になるのかってよくわからないんですね。なので、まあ、今回も加熱して投資されてしまって、実態以上の価値に膨れ上がってしまったのが、まあ、何らかの理由で、元に戻ってしまったっていうだけで、たまたまその時々の悪いニュースで、バブルが弾けるだけで、暴落の原因っていうのには、あんまり意味がないんじゃないのかなと思ってます。はい、というわけで今日は1月の暴落について見ていきました。 Twitter でも週に1回ビットコインの値動きとかをつぶやいているのと、ブログの方でも仮想通貨についてまとめていて、新しいこれから始める方の向けた取引所のおすすめとかも書いているので、もしよかったら見ていってください。ただ私の法則も、万が一のこともあり得るので、余剰資金の範囲内での投資で、楽しくゆったり見ていくのがいいのかなと思っています。
ネムでした。おやすみなさい。